なんかお肉だけしか頼んでないのにどんどんすごい多いね。もうこれ食べてたらなんかお腹いっぱいになっちゃう。うん、確かにお腹いっぱいになっちゃう。これ韓牛そうだよね。美味しそう。あ、カムサミダー。カムサミダー。塩で食べて。暑い？今日寒かったね。寒かった。ソウル寒すぎ。そう、初めてのソウル。あ、そうか、初めてだよ。すごいキョロキョロしちゃった。なんか釜山も寒いと思ってたけど、ソウルに来たらすごい寒くて。そうでも思ってもっと寒いかと思ってマイナスなるかなと思ったけど、今日ギリギリならなかったかもね。ねだからホカロン、あホカロン、ホカロン、ホカロンって韓国にあるのかな。あるあるある。ホカロンのマグマっていうあったかいやつすごい熱くなるやつ持ってきたんだけど、今日はマイナス必要なかったかな。まあそうだね、うん、明日使おうかもしれないけど、ね、でも食べて出たら寒いかも。あそうね、うん、ソウルどんな感じ。韓国ソウルね、なんかやっぱ都会なんかプサンとちょっと違う感じ、まあ確かに、うん、なんかビルも大きいし。東京と比べたらどう。東京とまたちょっと違う感じ。なんか違うよね。なんか違う。牛肉は韓国で初めて食べるからすごい楽しみ。そうね、まあ、今まで育ててもらってありがとうってことで、美味しい感謝ご飯を感謝の気持ちでたくさん食べさせてもらいます、うん、韓国にいる間ね、いっぱい美味しいもの食べて。あ、そうね。저희어머니가주실건데추천해주시는그런고기가있을까요。치맛살지금좋아서추천드리고요、네、오늘제비추리랑토시도준비되어있어요。귀한안창살도있으니까요편하신대로드시면될것같아요。동심안창살이요。네今のところその日本との違いは感じないんだけど、こういう鉄板とか網がどうやって来るのか、確かに焼いてくれるのか、お店の人が。そうだね、自分で焼くのか。日本はこう切り身で切ってある状態でこう1枚ずつ焼くんだけど、塊で、ま、こう大きくバンって来るのか、それがちょっとどう違うのか。確かに楽しみ。なんか私も意識したことなかったからちょっと不安になってきた。ハサミよりから大きいままで来るのか。そう、日本あんまりハサミ置いてないっていうか、もう一口サイズに切ってこうお皿に盛り合わせで来るから。そうだね。でちょっと塊できて切るんだったらちょっと2人で協力して一人で挟みながら切ってとか、すごい逆に難しいんじゃない。一人が押さえてて一人が切るとか。あ、二人で共同最後じゃなくて二人で協力して切ろう。なんかでも私もパと一緒に焼肉行くときはさ、韓国の人ってすごい男の人が焼いてくれるから、あんまり焼いた経験がなくて韓国に来てから、だからなんか切るとかよく分かんないから。カムサミダすごいすごいね。どんどん来る。うん、すごい。なんかお肉だけしか頼んでないのにどんどん、なんかお通しお通しじゃないけど、日本でいうお通しなのか。多分注文してないけど、結構なんかおかずがいっぱい韓国出てくるから。お肉を頼んだらみんなこれは出てくるものなの。多分そうじゃないかな。すごい多いね。確かに。もうこれ食べてたらなんかお腹いっぱいになっちゃう。確かにお腹いっぱいになっちゃう。食べてみる。食べよう。でこれがお箸。そうそうそう、スプーンが入ってるのね。ここからここから、うん、覗いて。珍しい日本と違うから。だから銀のお箸長いけど、でもちょっとせっかく韓国来たから韓国っぽい感じでね、韓国っぽい感じでこれで食べてみようかな。そう ね、うん、じゃいただきます。いただきます、うん、これなんだろうね、うん、人参食べてみよう。ごぼう。ごぼう、わかんない、聞いたことない。ごぼうじゃないかな。なんだろう。トラジっていう焼肉屋さんあるけど、でも日本にトラジって焼肉屋さんあるじゃん。多分これのこれから取ったんじゃないかな。あ、おお、すごい。炭うん、あ、すごい。あ、すごい熱気が、うん。日本ではないよねこの炭。あんまりない。あんまないよね。あんまないね、この炭ごと持ってくるのは。すごいね。うん、鉄板で焼くよりも、うん、このなんか炭で焼いた方がすごい美味しい。美味しい。うん。で網でね。うん。うん、いや楽しみ。一気に熱くなったね。うん。うん、多分サーロイン、なんとなくサヌヌ、オトソスを仕込まれるようになってて、ココを드시고요、그다음에肉が出すと、わさびが같이드시면되시고요。わー楽しみ。なんかすごいいいお肉って感じ。いいよね。日本は和牛が一番いいけど、うん、韓国はハヌっていうお肉が一番
牛肉で美味しい。韓牛？うん、韓牛、韓国の牛肉。あ、そう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 。これ韓牛？そうだよね。うん、あ、なんかすごいちょうどいい焼き具合が、やっぱり。切る？切る？切ってる切ってる。切った切った。一口大に。そっか、切ったところも焼くんだ。あ、そうだね。切った断面も。あ、これやらないよね。やらないね。断面を。基本切らないからね、日本はね。このまま食べちゃうよ。そうそうそう。ハサミがないし。うん。美味しそう。ね、あ、カムサミダー。カムサミダー。塩で食べて。塩で。これ取って、このまま取って食べていい？うん。じゃあ食べちゃうね。熱い？美味しい？うん、うん、とろける。とろける？うん、うん、うん、いいね。美味しい。和牛とどっちが美味しい？こっち。こっち。こっちの方が美味しい。旅行で食べるお肉が一番美味しいかも。うん、美味しい。あ、うん、やばい。うん。柔らかい。うん。なんか太いよね。太いっていうか粗い。粗いお塩美味しいよね。粗塩。うん。うん、日本だと炭でこうやって焼くことがないから、あんまりないよね。うん、やっぱ炭火で焼いた方がこう、うん、なんだろう、ね、熱の加減、うん、なんか香ばしい感じ、うん、香ばしい感じで、なんかこの黒っぽい感じ、これが炭の炭火でなんか焼いてるっていうのが、ね、うん、より美味しく感じるね。うん、生玉ねぎと食べるの初めて。美味しいよ。口の中がちょっとさっぱりする感じ。あ、ちょっと食べてみよう。うん、ちょっと待って。うん、うん、うん、合う合う、うん、うん、初めて。辛くない？うん、辛くない。全然。私たちはわさび食べれないから、親子でね、わさび食べれないから。でもちょっとチャレンジしてみようかな、普段は食べないけど。わさびは微妙。日本のわさびと違う？うん、あ、来た。遅れて、うん、遅れてきた。なんか日本は切り身で来るじゃない、うん、切り身で来て、切ってある状態で来て、そのまま焼いて、もうそのまま食べる。網の上とか鉄板の上とかでこう切らないから、もうすごい一口大に切ってくれるから。優しいよ ね優しいし、食べやすい。食べやすいね。うん、ちゃんと火も通ってるし。そう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 、生ってことがないもんね。美味しい美味しい、止まらない。止まらない。うん、いやでも俺炭火はちょっとやっぱり、ほんと黒くなるもん、お塩が。味が違う。うん、深みが出るっていうか。お肉もいいお肉なんだろうけど。うん、美味しい。熱い。美味しい。うん、美味しい。うん、幸せ。いや、これお味噌汁ってお箸とスプーンどっちで食べる？日本ではお箸で。そうだね。もっとちっちゃい器、うん、うん、で持ちながらお箸で食べる、ね、中具を。韓国は器持って食べたらマナー違反で。お行儀悪い。お行儀悪いなんて。あ、そうなんだ。まあ、さすがにこの暑いから持てない。あ、このままこう。そうそう、このままこうね。うん、うん、じゃあちょっと食べてみるね。うん、具だくさんだよね。ね、暑いかな。うん、美味しいけど辛い。韓国だからね。豆腐は日本と同じ。そうだね。豆腐の味噌汁は。うん、つけて。どう？美味しそうでしょ？美味しそう。うん。じゃあ私もちょっと真似して。うん。真似つけて。なんか味が深い。さっき言ってた。あ、冷麺も。ビビン麺麺。ああ。あの混ぜる冷麺。初めて初めて。見たことないよね。見たことない。汁がないんだもんね。うん、なんかビビンパとかあるじゃん。ああ。ビビンだ。混ぜるっていう。混ぜる。あ、うん、あ、そういう意味ね。混ぜる冷麺。ビビン麺。うん。うん、なんか麺ちょっとつながってて長いからこれで切る、うん、なんか何でも切るんだね。何でも切る。うまく混ぜれるかな。頑張って。麺が、うん、あ、麺が、うん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 、この混ぜるのと水が入った冷麺どっちが好き？さっき聞かなかった、それ。聞いたっけ？うん、聞いた、2回目だよ。これ結構好きかも。美味しいね。うん、でこれ日本にある？あんまりないかも。うん、汁なしはあんまりないかもね。で麺が違うんだよね、日本と。日本の冷麺はなんか透明、うん、これちょっとなんかグレーっていうか細いけど、うん、確かに太いかも日本の冷麺、うん、なんか麺が違う、うん、どっちがいい？うん、うん、
今日現地早かったね、時間が。あっという間だったね、いろんなとこ行って、ね、美味しいもの食べて、ね、うん、でも本当になんか美味しいもの食べたから疲れも取れた。疲れも取れた。やっぱ食べ物は大事ね。大事ね、美味しいもの。韓国の牛肉初めて食べたけど、美味しい。冷麺も美味しかったし、もうお味噌汁も美味しかったし、全部美味しい。よかったね。ありがとね、本当に感謝。ありがとね、うん、来てくれて。美味しく食べて、明日もソウル観光。そうね、うん、私も。あと何食べるんだっけ、予定で。ナッコプセ、ナッコプセとケジャン、ケジャン、ケジャンと、あとサンナッチ、あの動くタコ。あー、それも食べたことないから。土曜日に食べよう、いっぱい食べて帰ろう。まあ、やっぱ韓国は女性に人気なだけあるね。そうね、そうね、美味しいものたくさんあるし、うん、ね、メイクもね、うん、